にちは皆さん、クレアアトリーのベラちゃんとアルメンちゃんのメキシコ料理の教室です。あー皆さんこんにちは、よろしくお願いします。今回もメキシコ料理を作っていきたいと思います。今回はちょっと特別な料理です。特別というか、あの日本でいうとね、多分大体みんなが1日3回食べると思うんですけど、メキシコでも毎日よく食べるねご飯です。米です。ただ日本だとほとんどは白ご飯だよね。メキシコでね、白ご飯は食べるけど、一番食べるご飯はちょっと赤ご飯です。赤ご飯、ちょっとトマトが入ってるご飯で、それを作っていきたいと思います。米がメキシコと日本の米が違います。日本の米はもっとこう、なんて言うんですか、もうちょっと太くてちっちゃいで、メキシコの米はちょっと細く長い、全く違うものみたいな感じ、ずっと思ってて作ってないけど、まあ最近ね、まあ作ればいいんじゃないかなって思って、今日は作ります。最初はまあ米 250cc、 トマト1個、2個、あとちっちゃいの3つ、玉ねぎ使うのは1/4、にんにく1つを使います。ミックスベジタブル、こんな感じです。これトッピングみたいな感じで、アボカド、アボカド、そうメキシコでアボカドよく食べるからね。まあ、ご飯普通に洗うけど、水は全部を抜きます。水4分の1が必要じゃない、すいません、4分の1じゃなくて8分の1です。まあ玉ねぎが大きいからね、にんにくも1個じゃなくて半分にしよう。半分です、半分、半分と玉ねぎは1/8。ミキサー、大好きなミキサー。水はとりあえず300ミリ。 OK、 はい、大丈夫です、出来上がりです。これは簡単ですね、まあこんな感じです。で、まあ、ソースが出来上がりました。いっぱいを入れます。お願いします。全部の油を抜きます。もう一回、今度は前につけたソースを入れます。これトマトの皮とかいらない。あと水200ミリ、プラス200ミリ、お水入れたけど、本当は鶏肉のスープ、だしみたいな感じを入れるともっと美味しい。今度ベジタブルのミックスベジタブル半分を入れます。塩はちょっと入れます。弱い火、25分。まあ、ご飯ほぼほぼあと2分だけど、蓋を開けるとこんな感じです。この
なんかちっちゃい穴見れる？穴が。穴がいっぱい出てると、出るともう出来上がりって感じです。2分待ちました。OK です。まあこんな感じです。で、今もちょこっとこんな感じで。あ、もうちょこっと混ぜて。ということで出来上がりました。ただ、もめちゃんがね、もうめっちゃ眠くてね、今帰ってきたね。帰ってきた。帰ってきた。目がやば。お疲れ様です。めっちゃ美味しそうじゃん。めっちゃいい匂いする。いい匂いだね。うん、メキシコはいつもこうだよね。そうだよ。赤。赤緑黄色。赤緑。いやどうぞ。どう。コメントでしょうか。え、塩かけていい。塩かけていい。私めちゃ今回めっちゃ少なくてさ。味薄いよね。うん、味が薄いと思う。ちょっと待って。これね、うん、うまいよ。うまい？うん。なんかさ、私日本で初めてを作るの。初めてを作るの？チャーハンみたいな。日本でね。いやこれで、ね、これね多分。それ多くない？多いかな。塩が。うまっ、うん、天才。何年ぶりだね、私作ってないけどさ。え、これ油でやったの？そうだよ。嘘でしょ。本当だよ。嘘だ。本当本当。めっちゃやばいじゃん。油でやったの？そうだよ。嘘だ。本当だよ。嘘だ。うん、え、めっちゃやばいじゃん。やばいかな。でも美味しい。味が好き。うん、あ、ちょっと待って。じゃあちょっと私もメキシコって油で作るんだよね。そう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 、油でね。で今回も、本当に？あのメキシコと同じやり方で。嘘つくない？本当本当本当に？うん。でも油っぽくないね。全く同じやり方で作ってみた。うん、だってさ、米が違うじゃん。メキシコと日本の米。うん、めっちゃうまい。でもう一つはね、バナナを乗せて食べる。うん。向かれんの。懐かしい。バナナと美味しいよ。絶対嫌だ。バナナ嫌いからね。まあこんな感じです、はい。この動画いいなと思ったらチャンネル登録と高評価とコメントもよろしくお願いします。アディオスアミゴ。アミゴ。アディオス。